タツカワ軍は、朝鮮民主主義人民共和国北西部の平安北道にある軍である。王力港の川口部に位置し、龍岩浦が河口として栄えた。北中には労働尺がある。なお、韓国では、東温法則で、ヨンチョンと発音する。王力港川口の東岸にあたり、航海に面している。タツカワ平野の中心。北には、新宇イ市、ュ南西洋州軍。 東に椎名郡がある。河口を隔てて、西には滝木島郡と中国領内省の東港市がある。郡の東北部に平城線、辰川駅がある。この付近が現在の行政の中心で、辰川遊と呼ばれている。辰川駅から足島へ向かう鉄道路線、足島線に沿って、中部に北中楼道区、西部に龍岸浦楼道区がある。 一遊三労働者区、十九里を管轄する。現在の立川軍の範囲は、1952年の北朝鮮の行政区画改編によって、ほぼ形作られたもので、それまでは現在の潮州軍も含んでいた。また、現在の滝木島軍は1988年に立川軍から分離したものである。1903年にはロシアが、流岸裏の軍港化を図り、 日露戦争へつながる問題の一つとなった。日本の統治時代には、軍庁が置かれた龍河浦、その南に工業地として造成された田志島が中心地であり、新宇寺と龍河浦、田志島を結ぶ田志島鉄道沿線が工業地帯となった。<music> 1943年には、東洋系金属、用紙工場がアルミニウム精錬を開始、 終戦時の従業員数は1000人を超え、生産能力は2万トンであった。この死の出展農業、工業、水産業のどれから見ても重要な町である。特に工業は解放後急速に発展した。北中で機械工業が特に盛んである。2004年4月22日、立川駅構内で硝酸アンモニウムを積んだ貨物列車が大爆発を起こした。 この爆発により、半径500メートル以内の建物が全壊した。また、駅周辺に建物が密集していたため多数の死傷者を出した。この爆発は、北京から平壌へ向けて走っていた、金正日を乗せた、専用列車が通過したしばらく後に発生したことから、それを狙ったテロではないかという噂もある。現在では復興している模様で、 列車から見る限り事故の痕跡は残っていない。宮岡茂寺、三井のアルミ精錬と、電力事業家ロス出版2010年6月53ページ、58ページ、明治43年10月1日朝鮮総督府令、第7号による、朝鮮総督府官報、第29号、P14 を参照。ありがとうございます。